はい、おはようございます。今日は7月の18日、国体石川県予選翌日になります。本来であれば昨日、レース走った後に反省の動画を撮ろうと思ってたんですけども、走ったとちょっとそんな気分になれず、まあ、かなり出来の悪いレースをしてしまったんですけど、まあ、ある程度はタイムは出ないとある程度は想像してたんですけども、それ以上の問題レースでして、まあ簡潔に言うとツイッターとかでもつぶやいたんですが、走る技術とハードルの技術のバランスがまあひどくて、走った後こんなに疲れないレースはちょっと記憶にないなっていうぐらいに走れませんでした。もう本当にハードルが障害になってしまって、全然全力で走る感じがなくて、まあ、ストップ&ゴーで疲れたといえば疲れたんですけど、まあ、そんな感じの疲れなんですよね。スプリント 110m 走った後の疲労っていうのがなくて、どちらかというともう精神的な疲労の方が大きくのしかかってくるようなレースになっちゃいまして、先に投稿している大会1週間前の最後の競技場練習でスタート失敗しないようにハードルを諦めてスタートの練習に曲振りしたわけですけど、まあ、その結果分かったことが一つあります。多分本番に弱い。練習だとできることがやっぱり本番になると飛ぶんですね。まあ、特に昨日はすごい天気も良くて、タータン指ついてオンイヤーマークのセットでずっと指をついたままにしてるのが結構指先が痛くて、ちょっと集中力欠いてたっていうのももちろんあるんですけど、雷管が鳴った瞬間に練習でできていた動きがパンと飛んでしまって、石川県選手権の時のようにバウンディングにこそならなかったんですけど、まあ、限りなくそれに近いような状態で1台目に入らざるを得なくて、そこからはもうこれぐらいの動きはできるだろうなっていうクリアランスが全くできなくて、足がリード足が上がりすぎる、腰が浮きすぎる、これじゃまずいと思って低めを心がけると抜き足をぶつける、膝やつま先をぶつけまくる、結局そこの修正が効かないままストップ&ゴーを繰り返してギリギリ走り切るみたいなレースになってしまいました。まあ、ちょっと石川マスターズのジュニアハードルで、まあ、ぼちぼち走れたので、そこで大きな勘違いをしてしまったのが一つの要因かなと思います。ちょっとハードル選手だというにはお恥ずかしい動きしかできなかったので、ハードル選手であるということは一旦忘れまして、一旦目指しているスプリントが一段落ついたところでもう一回基礎からハードルやり直して、これだったらハードルレースいけるなっていうところまではもうレース出ないようにします。そうしないとちょっと心が持たなくなってしまうので、早く走りたいのはもちろんそうなんですけど、やっぱり自分はハードルをきれいに超えていきたい。まあハードルには芸術、陸上競技には芸術点とかないんですけど、ただ自分のポリシーとしてそういうものがあるので、やっぱりそれと大きくかけ離れたままレースに出るっていうのは全然本意ではないんですね。なのでちょっと自分が納得できる動きができそうだなと、練習で確信を持てるようになるまではハードルのレースはちょっと記録会等も含めて出るのを控えようかなと思います。一旦ハードル選手封印ってやつですね。これがいい方に出るか悪い方に出るかちょっと分かんないですけど、まあ自分で決めて自分でやることなので、まあきっといい方につながると信じて練習取り組んでいこうかなと思います。
はい、ということで、昨日の国体石川県予選をもって今シーズン前半の大会が終了しました。次の大会は秋シーズンになるんですけど、ちょっとまだどこの大会に出るか目処が立っていない状態なので、もろもろ陸上以外の予定も含めて検討しつつ、参加する大会を決めていかなきゃいけないかなっていう状況です。まあ、前半振り返ってみると、4月の石川県民スポレク祭から始まって、石川県選手権で北陸実業団の予定がコロナの関係で、延期になって、で1ヶ月ちょっと競技場が使えない、そんな日々が続いて、石川県マスターズ、北陸実業団と福井県マスターズで昨日の国体石川県予選と続いたわけですけども、やっぱり競技場が使えない1ヶ月ちょい、この期間が大きかったなと思います。4月のシーズンインは、自分が想定していた以上の結果、早くはないんです、全然早くはないんですけど、これぐらいかなと思ってたところではスタートが切れたので、今シーズンは期待できるかなって思ってたんですけども、やっぱり競技場が使えない中で練習するっていうのが、去年のコロナ禍でも同じ経験があったんですけども、やっぱりその経験をうまく活かせなかったというか、やっぱり怪我もそうですけど、自分が思い描いてる練習が積み上げていけないっていうことに対して弱いなって思いました。アスファルトで練習してなんとかつなげないかなと思ったんですけど、スプリント自体はまあまあ良かったんですけど、結局足首を痛めてしまって、そのケアも追いつかず、強度の高い練習ができなくなってしまって、結果的に自分が求めているレベルに達することができなかった感じなので、やっぱりウェイトができないっていうのがなかなか苦しいですね。自重の補強で補える部分と、走る練習で補う部分と、そこの掛け合わせで体を作っているので、なかなか基礎代謝自体はだいぶ病気前には戻ってきてはいるんですが、走る筋力に、使える筋肉につながってない、そんな気がしています。とは言っても、やることは変えることができないので、今後も同じ方針でやっていくしかないんですけども、一旦大会シーズンが区切りついたので仕切り直して、また秋シーズン気持ちよく走れるように頑張っていこうかなと思います。じゃあ今日も練習行ってきます。